タハリール・アルシャーゴ、本字、ヘイ、アット・ターリル・アルシャム、シャーム解放委員会、シャーム解放機構は、シリア内戦で活動するサラフィージ・ハード主義の、反政府武装組織。2017年1月28日、反政府武装勢力のアルヌスラ戦線、アンサールア・イコール・ディーン、ジャイシュア・イコール・スンナ、リワ・アル・ハック、ヌール・ディーン・ザンキー運動が統合して結成された。 統合前の名称であるヌスラ戦線と呼ばれることも多い。イドリブに本部がある。前身のあるヌスラ戦線と同様にアルカイダのシリア支部であるとみなされている。しかしながら、公式にはアルカイダの一部であることを否定しており、独立組織で以前の組織や派閥の延長ではないとしている。ロシアも HTS はシリアをイスラム帝国に変えるというヌスラ戦線の目標を。 引き継いでいると主張している。シリア軍や支援するロシア連邦軍と戦闘を続ける。一方で、アメリカ軍からの攻撃もたびたび受けている。また、アイソル、シリア解放戦線など他の反政府武装勢力とも支配地域をめぐりたびたび衝突している。2017年7月20日には、ヌールティーン残ー運動が離反し、その後幾度も衝突が起きた。 2018年に入ると、攻勢を強めるシリア軍に対し、シリア解放戦線とも連携して抵抗する動きも出てきた。しかし、引き続きシリア解放戦線との衝突も起きている。2019年1月、イドリブ県全域を完全掌握。同年5月にかけて、シリア政府軍とロシア軍からの激しい爆撃を受けることとなった。ありがとうございます。